ちょっと町田やっぱいいね。いいですよ。ラブホテルでしょ。保育園か。あ、保育園だ。ごめん。いや、これでもね、なかなかっすよ。これは。めちゃくちゃラブホテルやったら、うん。これはだってえ？まあ、見せちょっとあの辺撮ってくれ、あの辺。あの辺もね。あの辺。これね。多分元々あれじゃない。ラブホテルを買い取って保育園にしたのかな。ラブホテルの居抜きで保育園ってあり得るんですか。あるんじゃない。やっぱ赤ちゃんプレイとかもやってたやろうから。いろいろあるんじゃない。いやでも逆のこれらの、はい、ピンサル居抜きでパン屋にするっていうネタはやったけど、はい、ラブホテル居抜きで保育園っていう発想はちょっとなかったね。いや、うん、でもガチっぽいな。いやほんまに。ラブホテルだね。いやこの佇まいラブホテルなんですよね。なんかな。なんかこの辺にあるっていうのもね。この辺にある。壁。でもこの辺にあるにしては一軒しかないから。はいはいはい。違うんかもせんな。ああ。もっとほんまダンダンダンってあるやん。はいはいはい。確かに。いやー。ちょっともうあと予算が。4000円ぐらいになってた。予算制やったんですか。うん、3万6000円までしか使われへん。時間も45分です。あと、はい、おわそれ無理やろ。あ、待って、タルタルってさ、ちょっと一瞬見ていい。はいはいはい。全然すごい。雑貨屋でございます。すいません、失礼します。ゆっくり。歯の医学調子はいかがですか。あ、そんなことまで。はい、こんな感じですね。はい。先飯食ったら汚いですけど。すいません。動物系もね。はい、それしかないんです。それしかない。はい。でもなんかかっこいいっすよね、こういう。だってフルーツオブザルームでしょ、これ。ほら。やっぱさすが、モルトさん、詳しい。ほら、これ。詳しいな。いいっすよね、これね。かっこいい。ナイキ？ T シャツナイキです。すいません。いや、とんでもないです。大丈夫ですか？大丈夫です。突然すぎてちょっと震えるんですけど。全然、そんな。すいません、なんか雑にこうやって見させていただいて。ただの仕事なんで、どうぞ。あるぞ。え、俺ね、でもこの鳥系好きなんすよ。そうなんですか。はい。勝手に見づらく、すいません。あ、でもいいけど。いや、 T シャツも一応そっち側に T シャツもあるんです、 いるんですけど、なんでこんな動物なんすか。偏ってるから。いや、偏りすぎでしょ。偏ってる、うん、で偏るにしてももうちょい何個かに偏った方がいい。だから流行んないのかな。はい、だから多分ゆっくり見てください。すいません、ありがとうございます。なんで町田に。やっぱ古着といえば町田ですからね。はい、町田が。町田でも古着の町ですもんね。はい、一応そうなのかしら。おい、モルタさんの。やばいよ。これ懐かしない。あったよな、昔。あ、でかい昔のやつっすよね。ありましたよね、この でかい時計ね。そうなんです。腕時計型のでかい時計、懐かしい。すいません、ありがとうございます。ちょっとまた来ます。はい、とんでもない。ありがとうございます。寄ってくれてありがとうございます。いえ頑張って。ありがとうございます。五反田ガレージって YouTube なんですけど、大丈夫ですか、流して。全然、すいません。すごい、ただただいい人やった。そうです、ね、動物好きのいい人やった。あ、出た。正面にあるはず。あれ？出た。モンキー。はい。
ボタン流れてきてるんです。あ、そうなんですか。取ったら大丈夫そうっすか。あ、大丈夫っすか。すいません、いいみたい。すいません。しかも。いえ、すいません、すいません。すごい。あの YouTube 見てますって言ったら、はい、ボタンのガレージはどうですかって言ったら、ちょこちょこ見てます。初めて。嬉しい。でもそれはあのほんまかどうかまだ分かってない。嘘の可能性はある。確かに。うん、確かに。悲しい。確かに。古着だから、ボタンのガレージの。そうそう、今日、古着 DIY です。そうですよ。はい。ありがとうございます。やった。クリーンさん行ったかも見ました。あ、あ、初めて、あれだ、初めて会いました、ガレージ民に。ガレージ民に初めて会った。嬉しい。いいよ。リンガっすよね、リンガ。あ、来てくれて、リンガありますね。いや、もちろんお客さんです。あ、そう。俺がリンガ好きや。ごめんなさい、自意識過剰です。全部俺の話やと思って。恥ずかしい。でもいいな、なんか俺が好き系の感じですね。おい、石尾さん。はい。来ました。伏線回収かも。これは伏線回収です。見といてください、ね。コロンビアね。で、ノースウェイスね。ね。パタゴニア。いましたね。名前出してただけじゃないですか。伏線回収完了です。しかもなんか珍しい、はい、T シャツも半袖。まあでもアウトドア。なんかこれも半袖、はい、うん、アウトドア好きな人、うん、いいんじゃない。珍しいタイプのやつですね。まあでも伏線は回収できたいいかな。あ、出ました。はい、さらば青春の光。おぉ、モッツね、これね、さらば青春の光ですよね。映画のロゴみたいなことですか。これ何なんですか。いや、映画というかこれはモッツのマークなんですよね。ターゲットマークって。あ、ターゲットマークですね。だから別に映画とかじゃないっすよね。そうですね、映画で出てきたっていうことっすよね。はい、映画で出てきたマークなんですか。え、いや、っていうか単純に昔からあるんや、モッズのマークとしてあるんだよ。俺もあんま知らんねん。あんま聞くな。絶対分かるやろ。知らなそうやなっていうの分かるやろ。アメリカのスーパーマーケットみたいなターゲットあ、そうなんや。一緒かわかんないですけど、これは。謎ですね。ちっちゃいかな、これ。まあ、ちっちゃいか。これどうすかね。結構見たかもしれないです。やっぱそうっすよね。身幅がそれ47っす。ああ。どうなんだ、細身な男性なら、あとタイトに着たければって感じの。いや、僕腹こんなんなの。これがダメなんですよね。色味めっちゃかっこいいですけどね。ラグランティね。ことごとくサイズがあれやな。古着のあるね。あるある。わかりました。すみません、ありがとうございます。何も買わずで。申し訳ないです。これ YouTube 大丈夫ですか。あ、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。サイズがね、はい、これも醍醐味というかね、古着の、うん、あったけど、そう、なるほどね、あるあるですよね。サイズがないちょうど、はい、ちょうどない、だからちょうどあった時に買っちゃう。これが古着。なるほど。これにはもう出会えないんじゃないか、このサイズにはっていう、はいはいはい、買ってと言わんばかりのサイズっていうことなのよね。なるほど。古着って。あ、これ。ファン。すごい。あ、失礼します。すみません。なんか取っていい。あ、なんかいい感じの。うん。
珍しいね。またよっさんも御用達のお店らしいよ。へー、ピースの長いかな。これかっこいいね。でかい。いや、そんなこともないけど、うん、ちょいでか。いや、でもなんか型は確かに、うん、このバックプリントがかっこいい、うん、でかいか。ちょっとでかい。型は売ってます。でもでかい分で切りゃいいねんけど。型さえ気にならなかったら別に。型気になる、やっぱり。いや、俺こういうのあんま気にならんのよね、型。肩これはお前 こんなとこあるやんみたいな言う人おるよね。おい、気になる人は気になりますよね。俺あんま気にならないですよ。気になれしてる人の場合だと。そうですよね。いわゆるそれって時代的にこう肩落として着るような時代だったので、うんうんうん、なのに、まあ、そういうことか。ドロップショルダー、うん、はいはいはい。なのでだからそれ言ってくる人はもうこ時代のそのカルチャーを知らない。なるほどなるほど。無知をひけらかしてんのと一緒っすよ。そういう時代があったのよ。どうして僕バランス取ればいいですか。いいです。こっち側に折ってください。いい感じ。こっち側に折ってください。すいません。でもこれかっこいいけどな。うん。なんかな。いや俺なんかこう白のロンティーが着りゃいいもんな。この下はこれぐらいで。これじゃあもらいます、すいません、はい、これもいいのよな結局、うん、攻めてる感かっこいいですね。かっこいいですよ。色もいいですね。色いいっすよね、うん、昔こういう感じの T シャツ俺らの高校の時に流行ったのよ。でもその頃のやつ、その頃のやつですかね。時代で言うと高校そのもうちょっとなんかこういうの流行りましたよね。なんか一時ね、変化あ、かっこいいんじゃないですか。そういや、かっこいいと思いますけどね。で、何合うこれ、これこれこそ肩落ちするという感じするんです。まあ、カルチャーやねんけど。何でも肩落ちカルチャーって言っときゃね、なんとかなるっていう。シルエットおばさんみたいじゃん。大丈夫。ちょっとあれかな、どうだろう。ちょっとなんかおばさんみたいな、俺が着るとじゃあそれでいただきます、はい、あ、大丈夫ですか。はい、あと何分10分10分で何件10分でマジですか。いや、大丈夫です。むちゃくちゃっすね。はい、ということでいいお店でしたね。トレディーチ、トレディーチ、やっぱりこの噂にたがわぬお店で、あと何分、本来あと6分。本来あと6分やけど俺の、腕前により、はい、あと26分いけるから。20分いけるあ、知ってます、知ってます。あ、いいんすか、はい、ボタンダガレージ、はい、え、ボタンダガレージ知ってます、知ってます。はい、チーズ、ありがとうございます。これ YouTube 使って大丈夫ですか。あ、大丈夫です、ありがとうございます。ボタンダガレージは知らないです。また気まずいと思って、まあ、ね、なんかもう向こうも気まずくは思ってない。そうですね。さっきまでの流れ知ってるんちゃうんっていうぐらいの感じで。そうね、堂々と知らんって言われました。どこですか。まだまっすぐ、ね、まっすぐ、うん、その細い道がいい。ここそこ繋がっとったんやな俺ら。今遠回りしたな。え、ここは繋がってないな。あ、ここ、ここどこよ。このバタったところから俺ら出てきたんですよ、さっき。そうなん、はい、ここ栄えてるなって言ったとこ、あの辺ですよ。あああああ。おい、ずっと無駄なことしてんな。自分がこうやったんか、チャンネル始まってから。ダメだ、本人に行かないかな。ほら、DIY。 あ、これは雰囲気出てますね。あ、いいね。しかも縦のね、はい、うん、家に来たみたいな安心感やな。
ホーム。取れるかどうか知らんけどね。キリンの、うん、そうですね。なっちゃう。ザ・アメカジオ、うん、めちゃくちゃいい感じ。リバースリバースホーク、ほんまや、これはかつい量よ、これTシャツあるの関係ない、ジャマイカとかでもありそうな、そうっす。これは後付けなんだ。かっこいいですね。かっこいい。うん。これのうん、かっこいいです。これぐらいがいい。面白い。いい、かっこいいですよ。これなんかめっちゃリペアしてるのかな。どうなん？ヘルメットバッグ。41,000。でもヘルメットバッグってそれぐらいするよね。ヘルメットバッグって言うのそれ。ヘルメット入れてる。ヘルメット入れるあれ。そうなんですか。ちょうど多分飛行機乗りの。うんうんうん。あ、飛行機乗りのヘルメットな。バイクじゃなくて。軍じゃないですか。軍。もね、そうなんだな。これかっこいいな、うん、いや、この感じがかっこよくない、うん、このあー、なるほどね。これトートやから、うん、なるほどね。そう、4万。これ何個あってもいいミルクボーイスタイルじゃないこれで作られへんのかねそれからねこれから作れそうなもんやけどな。作ってそうな気もするけど。でかい。ちょっとでかいか。これめっちゃ。これかっこいいよ。うん、かっこいいですね。なんだよな、この感じ。うん。そうやね、この感じがいい。これでも確実にさ、ゲメンミなのかな。確かにね。これ多分あれっすよ。これ、あそこからこれ、リペアみたいなことっすよ。あ、これブランドなんや。あ、新品っすか、これ。新品なんすけど、うん、当時の生地自体はその当時の。ああ、だからリペアみたいなこと。そうです。沖縄なんすよ。へぇ、あの、唯一の選手だった。はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。結構かっこいいっすね。ほら、だからこれで作れんのよ。作れんのよ。そうやけど。まあ、どうする？よう決めてください。行っちゃっていいと思います。せっかく町田で来たもんな。なんか。かっこいいよな、これ。はい。めっちゃ理由欲しがってますね、こっちに対して。いや、せっかく町田来たもんな。なんかでも、うん。じゃあ別にいいけど。じゃあ。お願いします。俺らのせいにされた。ワッペンの感じとかもかっこいいやん。かっこいいです。めっちゃかっこいいです。やっぱこう持ちたいよね、ちょっと長い方じゃなくて、ね、こうか、でもこうか、どっちか、うん、やっぱこう持ちたい。確かに。これはこれでかっこいいですよ。いや、かっこいいですよ、それでも買うか。せっかく町田来たしな。すいません。あ、せっかく町田来たからな。うん、せっかく来ましたからね。遠路はるばるね。遠路はるばる。もういつ来るか分かんないですからね。時間もないしな。時間もないし。税込みで40,000円。あれ、ちょっと予算オーバーしてるな。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません。どんなんですか。4万ですね。41,000のヘルメットバッグよ。はい。やばい。消防庁さん。
デザートノートはこっちじゃないですか。うん、こっち行って右。あとはもうデザートノート見て。はい。で、デザートスノーか。うん。デザートスノー見て。帰ろう。で、願わくばもうデザートスノーさんが、その、取れないですって言ってくれるのが一番いいよ。もうこうなったらね。もう。金もない、時間もない。ああ、うん、8万ぐらい使ってんぞ。なあ。まあ、せっかくね、町田来たんでね。まあ、せっかく来たからな。もうそれしか理由はないよな。一期一会ってやつですかね。あら、全部、これ何か分かります？おら、初めて、初めて本当にちゃんと五反田ガレージを。ありがとうございます。あら、こんにちは。すごい。ありがとうございます。初めてちゃんと。いましたね。ガレージ民に会ったな。はい。ちゃんと、あの、モンキーの店長以来。ね。やっぱ、いるのはいるんですね。いるのはいるのよね。いるのはいるんす。みんなシャイやからさ。よし。さっきの電車走って、これ持ってみましょう。ほら、おい、ポイントカード38ポイントついたぞ。4万買ったから。どうだ、取れるのかな。はい、一旦ここいます。え、一旦ここいるんで。お、やったー、来ましたね。で見なあかんぞ。何分あと？あと4分。あと4分。T シャツみたいな。T シャツは？あ、ホットボールか。あ、いいね、最高。お。あ、森田さん好きそうな。やっぱり一番最初の俺が来るべき店やった。もう金がない。バータグ、うわーいいよ、バータグとかめちゃくちゃかっこいい。これベタじゃねえの、めっちゃかっこいい。くぅ、わー、ゼロが一個多い。めっちゃかっこいいけど、うわー、めっちゃちゃんとした店。シャックテイラー、いや、シャックテイラーなんですけど、この色、何なん6.5 かっこいいな。うん、最近知ったんですけど、小宮さんもシャックテイラー好きなんですね。うん、小宮さんシャックテイラーめっちゃ持ってる、ね、芸能界で小宮さん、俺カンサもよう履いてるね。いや、もう絶対こんな4分とかで見るみたいないわ。最悪や。あと15秒、ね、え、今何時なん？半。今半ね。今まで来た店で一番大きいですもんね。今日来た店の大きいし、うん、しっかりヴィンテージが置いてる。ちゃんと。いや、ちょっと。一番最初に来てたらもうこの店だけで終わってたすごいな。ステューシー、冷静な判断で見られへんでなあ。なんでこの時期にリバースを。あ、じゃあそのまま上から。あ、いいっすか。はい、あ、そしかぞー、タイトめなんか、いや、でもまあ、もうサイズはいいような気はしますけどね。いや、ちっちゃくない気はしますけど。めっちゃかっこいいけど。うん、そうですね。めっちゃかっこいいですね。このナスコンの感じよね。
なんで俺この時期にこれを買おうとしてるの。何本あってもいいですからね。そうですね。結局それやん。バースはね、ちょっと古い年代な。ちょっと待ってください、ね。これめっちゃいい。これもういいですか。そう見たな、見たよそれ。いやいやこれの、はい、いやいやスウェットは持ってないから。さっきのは見てるの持ってるやつ。パーカーは持ってるけど、うん、まあちょっとでかいね、さすがに。でかい、まあでかい、まあ、こう切れば別にあれよ。でもなんかリブがさすがにちょっと高いですね。もうでもええ加減さ、リバース買うのやめへん。いやいや一緒にリバースばっか買ってんだよ。自分の強くにとかリーダーいいっすけどね。うんうん、あ、かっこいいな、これちょうどいいな。うん、かっこいいですけどね。あ、これしよう。ちょうどやねんな。うん、確かにね、ジャストマジでジャストやねん。で、まあ、町田来たしな。ジャストやな。ジャストではある。それは、うん、出会いです。うん、あ、それで言うとジャストやったら買っちゃうっていう、うん、伏線は張ってましたね。ジャストの伏線、伏線張ってました。ジャストの伏線張ってたっけな。張りまくってましたね。これも行きますわ。やっぱね、町田来たしな。ジャストで待っててもらったしね、やっぱちょっとデザートスノーさんにはね。最初、一番最初にあれして、やば。金も時間もなくなった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ちょっと買いすぎたな。しましたか。ちょっと町田良くないな。町田は。町田という町のさ、理由というか。なあ。確かに。ダメだ。そう。ダメなとこやな。なんかせっかく町田、なんか。そのなんていうの、旅行来た気分になってたわ。ああ、こっちもね。そう、もう当分けえへんやろって思うやん、やっぱり、うん、コストかけてる分。そう、よくないよね、結果。ああ、今日だからトータルいくらぐらい行きました。13万いった。だってですよね、だって4万の支払いが3回ぐらいあったぞ。ありましたね。うん、最悪やん。おい、ちょっと久しぶりの古着 DIY で、はい、テンション上がったな、ちょっと。でやっぱ思いのほか町田がいい古着屋が多かったね、やっぱり。ちょっと行ったとこ全部良かったな。うん、町田は結構手強いですね。手強いですね。もう当分こんときましょう。金使うだけや。